8月12日、山の日の休日明けとなりました東京株式市場、午前の取引が終了しました。本日の東京株式市場、3日ぶりの急反発となっています。まず日経平均は休み前に比べて660円66銭高い 28,479 円99銭、2.3% の上昇率となっています。またトピックスも高いです。 35.37 ポイント値上がりして 1969.02、さらに JPX 日経インデックス400も 322.92 ポイント上昇して 17,716.29、 3指数ともに大幅高となりました。休みの間で、アメリカで発表されました2つの物価統計、7月消費者物価指数、同じく7月の卸売物価指数ともにマーケットの予想を上回るペースでの減速感が伴う数字となりました。インフレ、ムードをやや後退というところを好感する形で、東京株式市場上昇しています。休みの間のニューヨーク市場もダウ平均が2日間で562ドル高 1.7% 上昇、またナスダック総合指数は昨日が安かったんですけれども、その前の日の上昇分でもって2日合計ですと285ポイント、2.2% 上昇するということで東京市場に戻ってきました。そういう動きを好感する形で幅広く買い物が入りまして、プライム市場では1600銘柄を超す上昇銘柄が現れています。 87% の銘柄が上昇という形になりました。そして日経平均は 28,400 円台660円高ということですから、3月の高値そして6月の高値ともに 28,000 円台の高値、 28,300 円台の高値がありましたが、そこを完全に吹っ切る動きとなりまして、1月下旬以来の株価水準に伸びてきています。これでチャート的に見ますと完全に底入れが確認されたという形になると市場筋は見ています。個別銘柄で見ますと、主力どころの銘柄は揃って上昇していますが、中で売買代金プライム市場でトップとなりましたのがソフトバンクグループですね。株価は365円高 6.86% 値上がりして5680円という水準になっています。保有しています中国のアリババグループの株式の一部を放出する、それによって7、9月期に4兆円余りの利益を計上するというふうに報道がありました。それを受ける形で財務改善への方向をマーケット的には好感する形で、本日最も売買代金のできる銘柄となりました。その他、ハイテク系の銘柄ではキヤノン、京セラ、TDK といった主力ハイテク銘柄の中で新高値銘柄が現れています。また、近鉄グループホールディングス、あるいは阪急、阪神、あるいは、京成といった電鉄株の一角にも新高値銘柄が現れています。それ、内需外需ともに幅広く買われるという動きになりました。一方で、値下がり銘柄では例えば資生堂が一時 6.2% の下落率というところまで売り叩かれています。先週、休み前にですね、今12月期の業績見通しを下方修正しました。これまでの予想を4割減額修正、前期比ですと 9% 減益、9% 経常減益という水準まで下方修正したことで嫌気売りを集めていました。化粧品の不振が続いている一方で、中国でロックダウンの影響で、さらに減速感が強まっているという、そういう状況を映した減額修正、相変わらず決算発表には敏感なマーケット
となっています。以上8月12日午前の外況、アローズスタジオからお送りいたしました。